大きな株。昔々、一人のおじいさんが畑に株を植えました。大きくなれ、甘くなれ。大きくなれ、甘くなれ。大きくて甘い株になれ。すると株は立派に育ち、見たこともないほど大きな株になりました。おお、これはすごい。どれ、早速抜いてみようか。おじいさんは株を抜こうとしました。掛け声をかけて引っ張ります。よっこらせ、どっこらせ。ところが、株はびくともしません。よし、もう一度、やれ、もう一度と、何度やっても、株はしっかり土の中。そこでおじいさんは男の子を呼んできました。男の子がおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、よっこらせ、どっこらせ、けれども株は抜けません。よし、もう一度、やれ、もう一度と、何度やっても抜けません。そこで男の子は女の子を呼んできました。女の子が男の子を引っ張って、男の子がおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、よっこらせ、どっこらせ、それでも株は抜けません。よし、もう一度、やれ、もう一度と、何度やっても抜けません。そこで、女の子は犬を呼んできました。犬が女の子を引っ張って、女の子が男の子を引っ張って、男の子がおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、よっこらせ、どっこらせ、まだまだ株は抜けません。よし、もう一度、やれ、もう一度と、何度やっても抜けません。そこで犬は猫を呼んできました。猫が犬を引っ張って、犬が女の子を引っ張って、女の子が男の子を引っ張って、男の子がおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、よっこらせ、どっこらせ、やっぱり株は抜けません。よし、もう一度、やれ、もう一度と、何度やっても抜けません。そこで猫はアヒルを呼び、さらにアヒルはウサギを、ウサギは豚を、豚はネズミを、ネズミはヒヨコを、ヒヨコはカエルを、カエルはカブトムシを、カブトムシはチョウチョを、チョウチョはアリを呼んできました。アリがチョウチョを引っ張って、チョウチョがカブトムシを引っ張って、カブトムシがカエルを引っ張って、カエルがヒヨコを引っ張って、ヒヨコがネズミを引っ張って、ネズミが豚を引っ張って、豚がウサギを引っ張って、ウサギがアヒルを引っ張って、アヒルが猫を引っ張って、猫が犬を引っ張って、犬が女の子を引っ張って、女の子が男の子を引っ張って、男の子がおじいさんを引っ張って、おじいさんが株を引っ張って、よっこらせ、どっこらせ、よし、もう一度、やれ、もう一度、よっこらせ、どっこらせ、それもう一つおまけに、よっこらせ、どっこらせ。すると、スポーン、
とうとう株は抜けました。引っ張っていたみんなはドーンと尻餅。その後でおばあさんが株をスープにしてくれて、みんなでおいしくいただきましたとさ。めでたしめでたし。